吉川圭一の危機管理司令室。今回は前回に引き続き、あの青い目の侍、あのロバート・エルドリッチ先生に、あのアメリカ、バイデン政権のお話をあのお聞きできればと思います。まあ、前回の終わりに申し上げたように、あのバイデン政権というのはやっぱり非常に親中的で、まあ、指導力も十分じゃないということで、私はあのバイデン政権というのはあの中国とのダイレクトな問題だけではなくて、アメリカという国の力を弱めることで、あの見えないところで中国にあの、まあ、協力しようとしているような、そんな感じもしなくないんですよ。まあ、例えばアフガンからの撤退自体は良かったとして、あのタリバンがあまりにも早く動いたので、まあ、大勢の人が取り残されて、あの850億ドル分の兵器も取り残されて、でまあ、そういうふうになるということを情報機関がある程度予測していたので、軍もあの2500人ぐらい兵隊を残したいと言っていたんだけれども、あのバイデンさんがそれを拒否されたというふうに聞いていますけれども、これに関してはどういうふうにお考えですか。そうですね、まあ、あの いろんな問題があったのはやっぱり事実ですが、私は全体的には私はそのまあ、撤退は私は評価しています、で撤収に関してはあのいろんな問題があるにしても、全体的にはそれが必要だったというふうに思っています、であの、まあ、理由はいくつかあるんですけども、一つはそもそもこれがあの法的な根拠のある戦争ではなかった、つまりアメリカの議会を数値した決断ではなく、あくまで、一時的な武力行使、に過ぎない、ものだったんですけども、いつの間にかあのアメリカの史上一番長い戦争になった、でもう一つの問題が、その出口戦略がないものだった、だからその撤退が問題というより介入が問題だったというふうに思っています。でさらに目的が次々やっぱり変わっていた、このウサマ・ビンラデンを捕まることから今度国づくりとか平和構築とか、でそれが、まあ、占領が長く続けば続くほどやっぱりあのいろんな腐敗が、歴史的な問題もあるんですけどもがあって、で結局この米国に対する反発反感を、まあ、買ってしまったりしていた、であのバイデンは、今から、まあ、19年前、もうすぐ20年前になるんですけども、彼が上院議員の外交委員会委員長として、2002年1月頃だったと思うんですけども、アフガンを視察していた、でその時、ラムスフェルト国防長官から全く協力得られなかった、でそのバイデンは野党でありながら一応あのブッシュ政権をの政策を支持していたんですけれども、実際に視察するとこの政権が言っていることと、あの現場で得た情報とか現場で感じたものがやっぱり大きなズレがあって、で彼は帰国後パウ国務長官に何回か会って話したり、でそこでブッシュ政権の中にチェイニー・ラムスフェルト・ウォフウィッツと、まあ、パウ・アーマテージの考え方の違いが見えて、で結局ブッシュはあまり主導権を持たず、ペントゴン寄りになってしまった、でそれがバイデンは非常に疑問を持ってた、でその疑問はずっとその後副大統領になっても持ってたんですけれども、でそこでああのオバマ政権が、公約として、撤退を
言ってたんですけれども、まあ、兵力削減は一部は、うん、やってたんですけれども、撤退そのものが しなかった、うん、でそれバイデンは近くで見てたんで、それが、まあ、軍、あるいはその、まあ、CIA とか、うん、そして軍事産業がものすごくオバマ大統領に、圧力かけたそうです。だから10年後今年その、まあ、一部を残すとか、うん、あるいは撤退したら大混乱が生じるとか、そういった軍部 CIA の、うん、まあ、上限はなかなか信頼はしてなかった、うん、だから50年にいても撤退しようと思ったら同じ困難が生じるのではないかということだった。だからその、まあ、バイデンは長年疑問を持っていたことで、武器が残してしまったんですけども、うん、それがアメリカは歴史に学べない国ですので、うん、ムジャフディンの時も同じ状態だった、うん、だからもうすぐ撤退して、その武器がそのまま残して最終的にアルカイダとかにつながることになる。で今回その真相がちょっとやっぱり分からない部分もある。例えばもう武器が完全にアフガン軍に渡している以上は、うん、もう仕方ない、これが法的には取り付けるとか取り返すこともできないし、でもそれが、まあ、大失敗だったということは言える。でこの20年間はこれすごく象徴していると思う。全部失敗だった、うん、言ってみれば。でそれがアフガン文書、2、3年前公開されたアフガン文書、うん、例えばベトナム戦争の時のペンタゴン文書のように、うん、アフガン文書がいかに、その無能な政策、隠蔽とかが行っていた、うん、まあそういういろいろな問題がアフガンにあったとしても、うん、はい、やっぱり撤収の仕方、あれでもってやっぱりアメリカという国のね信頼っていうのが国際的に落ちた。ごめんけど、もうこれがもう予測した通り、アメリカは第二次世界大戦から戦争を勝ってないでしょ、うん、だからごめんけどアメリカを過大評価している、うん、そもそもこれが当たり前の撤収と思う彼らはできていない。でバイデン政権は無能ですけども、トランプ政権になっても大混乱があったと思う、うん、で問題がこのじゃあどういうインプリケーションがあるか、で例えば中国との、まあ、文脈ですけれども、うん、一部は私の海兵隊の先輩たちが、うん、非常にやっぱり心配しているのはこのまあ、大きな空白を作って、うん、で中国はもうやりたい放題、まあ、入るということですけれども、うん、それがよくわかる、うん、そして質問でおっしゃってたアメリカ の, なんていうその維新がものすごくやっぱり低下する、それによって、うん、それがもうごもとも、うん、と思うんですが、別の見方もできると思う、うん、でそれがやっぱりあの戦争がものすごくお金がかかってしまった、うん、でよく言われている数字が110兆円ですが、うん、ね、その利子とか入れると、うん、大体その6倍7倍と言われている、うん、でさらに死者、その米軍だけの死者、うん、これが有志の連合の方々の死者、うん、あるいは現地の方々の死者ではなく米軍だけでは約3000名、うん、で負傷者もたくさんいるんですけれども、その数字が、まあ、少ないか高いかいろんな議論はできると思うんですが、その数字に入ってないのはこの20年間まあ、毎年米軍の関係者の約3万人が自殺をしている、うん、で彼らはイラク戦争、アフガン戦争を経験している人たちが、うん、まあ、多分ほとんどと思うんですけれども、ということは、まあ、言い方は悪いんですけども、単なる3000名ではなく、その
まあ、場合によって60万人になって、うん、自殺数入れると、うん、まあはい、あの先生のおっしゃることは本当に大事なことで、はい、ただやっぱりあの、うん、ちょっと最後まで言わすと、はい、で、ね、あとその予算が、うん、これが要するに中国にとって、うん、このアメリカが泥沼のままにさせた方が、うんうん、賢いと思う、中国からすると、うん、だから撤退したらアメリカがそのアフガン問題をもうなくして、もう一回例えばそのインド太平洋戦略に集中できるようになるのは中国にとっていい話ではない。だから、ただあのだからタリバンと中国が結構ね結びついてるという話もありますけど、話あるんですけども、うん、そのウイグルの問題で、うん、あの結構摩擦があるの で、ね、だから、うん、タリバンは中国の言いなりになるとちょっとあの想像しにくい、うん、でさらにあの今までその、まあ、アレクサンダーとか、イギリス、ロシア、アメリカその帝国がその軍事失敗だらけしている国ですので、うん、中国は軍事的な介入はちょっと考えにくいと思う、うんうん、まあ、アフガン問題に関しては、うん、まあ、そういう感じだとして、もう少し国内の問題、うん、あの国境危機、昨年65万人だった、フォー移民が、まあ、今の時点でもう200万人ぐらいになっていて、そのうち16万人ぐらいがアメリカ国内に解放されたということなんですけれども、これはやっぱりバイデンさんのそういう、まあ、弱腰の姿勢がそういう不法移民を招き寄せてしまっているという部分と、あとトランプさんのそういう不法移民政策というのは壁を作るだけではなくて、南米そういう移民をアメリカに送ってくる南米の国との外交関係、そういうものっていうのもねすごくうまくやったと思うんですよ。そこら辺バイデンさんがなってからハリスさんが担当になってるけれどもほとんど何もやってないと。この間もなんか複数の国の首脳とのテレビ会議を、うん、サボってなんかゲームをやってたとかそんな話もありますけれども、まあ、こういうアメリカで不法移民を増やすでアメリカの力を弱めるというような何かがあるんじゃないかと思うんですが、そこら辺はどうでしょう。そうですね、まあ、移民政策についてあまり詳しくないんですけれども、うん、いろんな、まあ、いろんな問題があるので、うん、やっぱり専門家を呼んで語った方がいいと思うんですけれども、うん、この長くアメリカに生活して、うん、例えば不法移民にしても、うん、ずっと生活してきたり、うん、例えば子どもたちが学校行ったりとか仕事したりするので、うん、それをもう何ていうそのアムネスティその、うん、の制度を、まあ、作るべきだと私は思ってます。でだから人道的な対応が必要だと思ってます。で、民主党がトランプをものすごく批判していたんですけど、民主党こそオバマ政権の時こそやっぱり広かったと思う。で、よく言われているんですけども、トランプが例えばその中南米系に対して差別的だというんですけども、うん、オバマ政権の方が中南米の人たちを、うん、大国させたり、うん、出国させたりしていたんで、それの方が非人道的だと私は思ってます、うん、まあそこら辺の不法移民として入ってきたけれども中に入ってから真面目にやってきてっていう人がいずれはグリーンカードを取ったりっていうこともできるわけですよね。まあ、大体どの制度、みんないろんな事情があるので、うん、詳しくないんですけれども、まあ、そもそもこういうような証明書といったようなものが、うん、ですね、ものによって求めていないことがある、うんうん、例えばその学校に、うん、例えば子どもたちを学校に入れる場合は何も聞かない学校もあれば、うんうん、何かの証明する人があるということも
求められている。そこで違法なのか、まあ、不法なのか合法なのかが分かるはずですけれども、うん、選挙制度のように移民、うん、政策が不備だらけのは事実です、うん、はい。まあ、今アメリカは凄まじいインフレになっていて、うん、ガソリン価格なんか 1.4 倍ぐらいになって、うん、はい、まあ、それでなんとかジョー・バイデンなんていうね、はい、ことをみんなが叫んだりしてますけれども、はい、じゃなくて Let's go Brandon Let's go Brandon はい、というこのインフレの原因の一つというのは、バイデンが大統領になってから 1.9 兆ドルの予算を組んだことも一つあるのかなと。で今それどころじゃなくて 3.5 兆ドルのね、そういう気候変動ですとか医療改革、教育などに関する予算を組もうとしてますけれども、まあ、これの中にさっき申し上げた不法移民だとして入ってきたけど真面目にやってきた人が、まあ、グリーンカードを申請したりっていうそのための期間を、まあ、緩くしてあげようという条項も入っていて、まあ、これに関して民主党の上院議員が一人反対している。でそれに対してそもそもこの 3.5 兆ドルもの巨大予算を組んだらインフレや増税の原因になると言って、やっぱり民主党の上院議員が二人反対している。あとは医療政策、薬の値段を安くすることに関して政府が製薬会社と話し合いができるよというふうな条項も入っているけれども、これに関してはやっぱり自由市場原理に任せた方がいいんじゃないかと言って、下院の方で何人かの民主党の議員が反対していると。でそれに対してこの 3.5 兆ドルだからこのままだと通らないから値引きしようかというような話にもなっていますけれども、まあ、これと抱き合わせの 1.2 兆ドルのインフラ整備法案というのがあって、これは共和党も賛成して上院で通ったけれども、下院の方で 3.5 兆ドルの方をディスカウントするのであれば、この 1.2 兆ドルの方に賛成できないというふうに民主党の逆にファーレフトの方の人たちが言っていると。今はまあこういう状況がアメリカの予算をめぐってあるわけですけれども、これに関してはどういうふうにお考えですか？いろんなことをおっしゃってたのでどう言えばいい、ですね、やっぱりアメリカの法案の作り方日本と違って、うん、いろんなものが入るので、だからみんなどういう理由で賛成反対してるのかがやっぱりちょっと分からないので、うん、見えないの部分があるんですけれども、例えばその製薬会社の話ですけれども、これがもう本当に医療国民保険医療制度とかもう、うん、もう危機を超えた状態です。例えばまあ、いわゆるコロナで亡くなったと、まあ、言われているされている、うん、人たちの数が約70万人ですけれども、うん、その3分の1ぐらいは不要な死者だったん、ええ、つまり医療制度がないから保険、うん、がないので、うん、まあ、不要になくなっている状態です。だからこの医療提供は残念ながら政府が全く考えていない、うん、製薬会社をいかに守るか、うん、あるいはその保険会社をいかに守るかが、で例えば製薬会社と交渉することができるはず。さらにもう一つの方法が、うん、このもともと製薬会社が、うん、その協定違反のことをしているという、うん、権限を使うことができる。つまりほとんどの薬は、うん、税金によって開発してきた、うん、でその、まあ、特権というかそのできたものが製薬会社が権利を買って、うん、で場合によって400倍の値段で売っている。だから国民は少なくとも2倍ぐらいの支払いをしている、うん、その開発のための税金を払っていることと、うん、できたものが購入する、うん、本当は
国民、まあ、納税者が投資家として開発に協力しているので、それをただか安くもらえるはずです。まあ、トランプさんはその薬の値段の決まり方を透明化することで、うん、まあ、そこら辺の問題を解決するというふうにいろいろされたわけですけれども、でバイデンさんが大統領になってそれを、まあ、取り消してしまったそうですよね。 でもその研究というか調査が、うん、今年の夏に明らかになって、うん、例えばその病院によってこの、値段がいかに違うのかが、うん、バレた報告書があるんですけれども、うん、全く根拠がないことがもう分かってしまった、うん、だからこの例えば本当の意味の国民医療保険制度が、要するに日本のようにそういう制度があるのは、さっきのファーレフトの発言ですけれども、それが圧倒的な国民が支持している、うんうん、だからむしろそういうようなサービスを提供しない、うん、民主党と共和党の方がファーと思う、その過激的だと思う、うん、だからもういろんな問題が、うん、残念ながらアメリカには、まあ、そこら辺で私と先生の、まあ、持論であるアメリカの政界再編、うん、さっきから申し上げているようにこの 3.5 兆ドルの予算をめぐっても民主党の中にもいろいろと違う意見があるし、あと去年の大統領選挙の予備選挙に出た台湾系のヤンさんという人がね、民主党を辞めて第三政党を立ち上げたいなとおっしゃってるみたいですけれども、うんうん、まあ、このアメリカの政界再編に関する展望に関して最後にお願いできればと思います。わかりました。ですね、去年の秋ほど、うん、ですね、第三政党、ある今年の初め、うん、にその第三政党で、うん、ヤンさんの場合は、まあ、言ってみれば4番目になる、うん、ある5番目になるんですけども、は今はやや否定的とか消極的になっている、うん、やっぱりその既存の政党、特に民主党がどんどんやっぱりなんていうその暴政というか圧政している状態です、うん、でこれが特にメディアと組んで、うん、国民が反発ができないように、うん、どんどん、ま、統制が進んでいる気がする、うん、で、ヤンさんは、多くの人たちの期待はあったんですけれども、うん、予備選、うん、大統領選の時それが、まあ、全部、まあ、パーに、うん、してしまったんで、まあ、若い人たちの一部には人気があるかもしれないんですが、うん、まあ、多分多くの人たちはもう信頼しなくなっているんで、うんうん、私はその一人です、うん、ちょっといろんな問題があるんで、彼はニューヨークの市長選にも出ていたんですけれども、うん、彼がなんていうビジネスマンから企業家から政治家になってしまった、うん、だからでそれが褒めている言葉じゃない、うん、で、革新系には、ですね、ピープルズパーティー、その、うん、まあ、日本語に直したらあまり良くない名前ですね、人民党、うん、は依然として、まあ、頑張っているんですけれども、うん、でそれが、まあ、民主党から、まあ、出た人たち、ある出ようとする人たちと、うん、ですね、緑の党があまり機能していないので、うんうん、緑の党の人たちとか、いろんな人たちを集めようとしている政党、うん、で来年の中間選挙で何人かの候補者たちを出そうとしている、うん、であとリバタリアンが依然として存在するんですけれども、うん、あまり活動していない、うん、だからやっぱりその結局2つしかないということで、うん、国民は無所属無党派の人たちが、うん、圧倒的に多いんですけれども、
いざになると結局その2つにしか投票しないという、うんうん、自殺行為がずっと繰り返している、うん、気がする。だからやっぱり、うんそうね、相当やっぱり勉強しないと、あの国民が政治リテラシー、うん、あるいはメディアリテラシーが向上しないと、うんうん、今のところ第三政党の動きがちょっと鈍くなっているのかなと思う。まあ選挙制度そのものを改正しないと難しいんじゃないですかね。それもある。やっぱりあの各州に、うん、あのその政党がの名前を掲載するには相当 の、うん、あの課題があるし、うん、であの大統領選の時に、うん、民主党が緑の党が掲載できないようにさまざまな妨害、うん、あるいはその司法を使って、まあ、妨害していたんで、結局この民主党が民主主義ではないという政党に、まあ、完全になっている。まあ、大統領選挙以前にやっぱり議会の方である程度まとまった力をあの勢力ができないと。でそのために私はあの日本の、県会議員の選挙とかみたいに、市議会議員の選挙とかみたいに、例えばある州 の、 あの会議員が10人割り当てだとしたら、小選挙区に分けるんじゃなくて、その州に住んでる人は誰に投票してもいいというような形にすると、うん、日本の市議会みたいにいくつもの会派ができたりするかなと思ってるんですけど、うんうんうん、そうね、やっぱりそうですね、選挙法の改正が絶対必要。あと政治献金の問題が一番アメリカをダメにしてる、ね、はい、じゃあ本日は忙しいところありがとうございました。ありがとうございます、はい。